こんにちは、原田真理子でーす。ちょっと懐かしい声になりましたけど、ちょっと気にくいかもしれませんが、よろしくお願いします。今日はちょっと、サーキショットその第3弾ということで、今日のテーマは、メンズメイクって何かな？なんでそんなことやるんですかと。ということについて、ちょっとお姉さんからリクエストがあったので、それについて話をしたいと思います。皆さんどう思います？メンズメイクっていうのは、すごいなんか大学生の間で流行ってるというふうに、お姉さんたちいわく、聞くんですよ。まあ、私、ぶっちゃけ17歳の女子高生なんで、その化粧とかメイクとかいうのですね、仕上げる段階で、もうなんか終わってんじゃないかな、という感じを受けてるんですけれども、女子についてもですね。なんで、まあ、そもそもメイクってなんだよ、ということなんですけれども、しかしですね、それ以上に、男性とメイクっていうのは、なんで必要なんですか？よくわかんないですね。とか、うちの父見てると、気がないので、なんかしたいんじゃないかなと、日々に娘ながら思ってるんですけども、でもなんかそうかな。なんか高級ちょっとつけてたかな。なんかイタリアから、なんかのですね、高級つけてましたけど、まあ、それは何もしないんじゃないかと、いうふうに言ってますね。だからまあ、男の人は、ちょっとまあ、年を取ったら、まあ、ちょっと手品道も必要だと思うんですけども、逆に若い人は、なんでメイクができるのかなと思うんですよ。で、まあ、一緒に聞いたんですね。メンズメイクやってる人と、それ以外で、採用面接に、なんかさ、儲けてんのというふうに言ったらば、あるわけないじゃんと、いうふうに言われました。そちらは女の人に来たらどうですかというふうに聞いたらば、メイクとかじゃなくて、そういうのは清潔感がある か, あるかどうか、生活感じゃないですよ。感があるかどうかというふうに言い方するんだよと、マリコもちゃんと勉強しなさいというふうに言われました。まあ、私は別に自育じゃないんですけども、そういうことなんですね。じゃあメンズメイクっていうのは、私の中を見るとよく思うのは、なんか変になんかこう綺麗にしてるスレスレみたいなっていうのはちょっと違うと思うんですよね。まあ、なんかでもある種のなんだろうな、なんかで聞いたじゃんっていうね、娘は一時期お父さんのことを嫌いだと思うわけですよ。で、私のぶっちゃけ嫌いなんですけど、で、ただそれなんかで、見かった形っていうよりも、なんか行動が怪しいので、嫌いなんですけど、それはちょっとですね、一般的に娘っていうのは、父親のこと嫌いになるっていう意味がこれがあったんですよ。で、なんでかって言ったらば、別に身近な名前なので、一番やっぱり好きになっちゃうらしいんです。ね、いろいろ問題があるというか、だいぶ問題があるんです。まずお母さん怒っちゃうし。ということなので、娘は必ず、父親が嫌いになるようになってるんです。だから、そういう意味では、父親は基本的に汚いんです。そういうの思っちゃう。で、それと同じような感じで、男性もいると嫌なんで、もっと注意しなよと。なんて、父は言うんですけれども、実際には、よくわかりませんけど、男らしさっていうのは、まあ、できたかとか、ちょっとあるかもしれないですね。私嫌いですけど、特に父嫌いですけど、父はね、もう汗かきなんて大変なんですよ、もう。っていうのはね、だからまあ、世代によって、なんで、マジメイクでもしないよっていうふうに悩み強さでできるかっていうと、ちょっとなんかこう、ね、一人暮らしとかせっかく始めたのに、ですね、父親の、なんかこう、イメージみたいな、その人を引っ張ってるから、彼とかに、メンズメイクやれよ、みたいな感じで言うんじゃないかなと思って、世代に悩んでるってもうみんな迷ってるので、だからメンズメイクしないといけないんじゃないかなっていうふうに、まあ、就職の時なんか持って、思うんじゃってたりとか、いうことなんだね。なんで、私のことは、まあ、どうでもいいですよね。で、彼氏したいなと、待てちゃった。ということなので、別にどうでもいいですけども、メンズメイクっていうのは、まあ、あともう一つは、まあ、やっぱりどんどん子供の数が減ってきてるし、若い人も減ってきてるので、っていうだけだと、なかなか、まあ、お金儲けできない、あるいは私たちが、考え出した新しいビジネスなんじゃないかな、っていうふうに思いますね。はい。まあ、ということで、今日は、ひろりさんを、友達のお姉さんが、どうしよう、メンズメイクについて、マリコを語ってよというですね、お願いがあったので、ちょっと、寂しちょっとで、
ナーに目覚めたのを見ました。ホワイトショットが、あれなんですよ。閲覧数がちょっと減ってんじゃないかというのがあって、まあ、いろいろ、担当の方が話してるんですけども、まあ、いろいろやってるんですけど、結局、その、声がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？はい。ということで、また来週も聞いてくれるんで、ちょっと行こうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。